デジタルトランスフォーメーションの推進に伴い、オンプレミス環境に加え、クラウドの利用が増え、特権 ID が至るところに存在するようになりました。一方で、特権 ID はセキュリティの潜在的な脅威にもなります。特権 ID を保護するためには、組織内に存在する特権 ID の可視化と管理、承認に基づく一時的な貸し出し、利用状況の定期点検が求められています。しかし、実現にはシステムを横断的に管理する必要があり、想像以上のコストがかかります。ID オペレーションなら、特権 ID 管理の課題をすべて解決できます。ID オペレーションは、組織内のすべての特権 ID を一元管理、オンプレミスでもクラウドでも対象システムからすべての特権 ID を取り込み可視化します。特権 ID を利用するには事前の申請と承認が必要です。利用者はウェブのワークフローから特権 ID の利用申請をします。承認者にはメールで通知、承認者が承認すると特権 ID の貸し出しが行われます。特権ユーザーは承認されたシステムに対してのみアクセスが可能です。特権ユーザーは ID オペレーションにログインしてから承認されたシステムに対してログインします。特権ユーザーによるアクセスはシングルサインオンで行われ、許可されたシステムに対してのみアクセスが可能となります。特権ユーザーの操作はすべて動画で記録できます。ID オペレーションはシステムからアクセスログを自動収集、申請情報とアクセスログを照合し監査を自動化します。監査結果は管理者にメールで通知、監査レポートから不正アクセスを発見し操作内容を動画で確認、どのような操作が行われていたか視覚的に確認できます。煩わしい特権 ID 管理からあなたを解放し、ビジネスにとって重要なことに集中する。それを実現するのが ID オペレーションです。